じゃあちょっと準備あ今日あれなんですよね、うん、俺免疫剤変えてんのヒーリックスから。あ、そうなんですか、うん、確かに今日なんかおあもうこれ1台でいこっかなみたいな。メタルゾーンでしたっけ、なんか重いし、はいはい、これやっぱ優秀やから。安心みやめたんすかあれ。せやなでこれでセッションしよっかな。じゃあメタルゾーンでセッションコード進行簡単なの決めて4つぐらい決めて、あじゃあ4566でいきますか。このいつですか4566わかります、4566なんですよ。だからあ、B マイナーですか、もしかして。はい、B マイナー。いやいや、D メジャー。D メジャーですよ。OK です。え、スケール何使ってました、今。スケールですか、なんか、いろいろ組み合わせて、まあなんか、メジャー感ある感じで。クロマチックとか混ぜ て。俺もそれでいきますよ。ここってことですよね。そう。いや、深見さんと俺らついていきますわ。あ、マジですか、なんかもらっていいですか、ちょっと。サイトのビートをください。
じゃあちょっともう一回いきますか。もう一回、はい、はい、行きましょう。お願いします。ワン、ツあ、初めてだったんですか。初めて。あ、そうなんですか。なんかさっきなんかあたかも やったことありますみたいな。今どうでした、聞いてみて。ぶっちゃけやばいなと思ってました。落ち着かない。まあそうですよね。僕も、まあ、20年ぐらいやってるんですよ、ギター、はい、で1回もやったことなくて、YouTuber のギタリストみんなやってるじゃないですか、はい、なんかあれ見てかっこいいなと思ってて、さすがにこんだけキャリア積んでたらいけるやろうと思ったんですけど。いや、すみません、俺も気づいてたんですけど、プライドをずたぼろにするのはちょっと申し訳ないなと思って。ありがとうございます。乗っかってしまって、すみません。気遣ってもらってありがとうございます。じゃあ、ガチで僕初心者なんで、基本的な部分も教えてほしいんですけど、はい、やりましょう。例えば、はい、セッションバーとか行って、はい、どんな感じで始まるんですか、最初って。あ、でもね、セッションバーはね、曲多いかな。セッション曲みたいな、でも、はいはい、一発でもやってますよ、コード一発みたいな。基本定番の曲みたいなのがあって、それを回すみたいな感じですよ。そうそうそう、だから有名どこやったらどこなんでしょうね。フィールライクとかカメレオンとかチキンとか。ジャズですか、ブルースですか。なんかね、あれ何なんやろうな、ファンクっぽいでもジャズっぽいみたいな感じなんで、多分検索してもらったら結構出るんで、そういう曲を事前に覚えていくパターンが多いんですけど、でも何でもありみたいなのもあるんですよ、フリーみたいな。そうだから、それはもうなんかこう E7 一発でなんかみんなでやろうぜみたいな、相手が弾き始めたのを見て合わせていく感じですよね、空気的には。うん、あんまりこのキー決めてとかではないですか。いや、でも意外と決めるよ。あ、決めます。でもそうじゃない時もあるけど、でもなんか暗黙のそういうルールありそうで怖いんですよ。なんかその行くのはちょっとダサいじゃないですけど、確かにそのまま行くのがかっこいいみたいなあるわけでしょ。ありますね。演奏さんとかって耳で聞いて、はい、合わせていくみたいな感じですね。普通にも音を取ってるのかじゃなくても、うん、スケールを当てはめていってるのかみたいな。わーって弾いてくれたじゃん、今と同じコード進行弾けたりします、はい、で一音、俺の場合は1音だけ出すんですよ。でその1音目がセーフならステイして、あー、はいはい、周りの音をなんか探すんですよ。で自分の持ってるスケールの形に当てはめて、あー、はいはい、キーここかっていう探し方みたいな。だから最初は相対的に探していくみたいな。そうそう、やっぱり耳で聞かないと難しいかもしれないですね。でもうめちゃくちゃ初心者が初めてそういうのしようってなったら、どうやっぱり
定番曲の簡単なやつを習っていった方がいいみたいな感じです、うん、プラスなんか聞いた方がいいかもしれない。キーが何か、キーを教えてくださいみたいなことは絶対教えてくれるんで。よくあるキーあるんですか、そのセッションでこれ結構ベタに使うっていう。ああでも E7 とか多いんじゃないですか、ギターのなんかファンクっぽいので。今のだったら E7 なんでマイナー、そうペンターのメジャーマイナーの2つだけど、とりあえずそれ持ってたらなんとかなりますよ。恥をかけばいいんですよ。それなんですよね。その最初の一歩がなかなかね、わかる、難しいですよね。セッション行く時にお金払って参加するわけじゃないですか、うん、なんで金払って緊張せなあかんねんとずっと思ってました。じゃあその実際ちょっと斉藤さん交えてめっちゃ簡単なやつやってみていいですか、はい、E7 一発いってみます。その回し方みたいななんかルールあるんですか。そのあでもなんか何小節か回してからこう順番に回していくみたいな。曲の場合は小節数なんとなくこう一周ってあるじゃないですか、はいはいはい、でもフリーの場合は意外ともう見たら適当にお互いの移動させるみたいな感じなんで、E7 一発とかの方がいいですかね。でやってみますか。ベタとしてはどんなリズムやろう。でも最後なんかベースそのリズムいけるか。メタルゾーンなんですよね。で意外とシンプルな方がキープしやすいんで、ダンダンチチ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 セッションもある、はいはいはい、なんか今の一発で難しいのは終わらせ方が難しかったりもするかもしれないですね、はいはいはい、だからその場合ドラム入れてくれてた方がいい場合もあるし。ちょっと待って、フレーズとかってもうあれですか、本当にアドリブで弾いてるのか、もうそれかもう手癖というかフレーズの引き出しがあってそっから引き出してるのか。いやなんかね、それももちろんなんか定番の弾いてるんですけど、最近俺が思うのはフレーズばっかり集めると、はい、なかなかうまくいかないんですよ。だから今だったらリズムの方が先行する感じかもしれない。あ今のやったら特にですよね、今の感じの。そうそう、今の感じだったら特になんかポップスみたいな進行じゃないんで、なんかダッダッツタッパッタッタクタンバッバーでこれをリズムを基盤に音足していく方がセッションの場合はなんかやりやすかったりする。結構リズム重視って言いますもんね、やっぱり そんな感じしますね、ものによっては。西尾さんそのアドリブするとき、どうしました、どうしました。あのスケール追ってるんか、はい、コードトーンって考えてます。あ両方でもやりましたね。スケールも練習して、はい、コードトーンも練習して、だから時と場合によってアドリブ中でもコードトーンを終えます。苦手やけど終える。ああやす、俺無理やなコードトーン。でも難しい。いや気持ち分かるっす。あの俺も最初、はい、
いやメタル系の人ってメタル系っていうか早弾き系って、はいはいはい、スケールを合わないとあの速さ出せないじゃないですか、はい、ドラーみたいな。だから俺もそれやってたんですけど、はい、ちょっとなんかファンクとかジャズっぽいのやるとやっぱりコードトーンをって言いますね。あそっちを追うみたいな。なんかあとアドリブをやるにあたっていい練習法みたいなのあります、はい、これやっときゃ結構ああるんすよ。あマジっすか、来ましたねこれ。いいんすか出しちゃって。いや深井誠チャンネルで25万欲しいっす。後で振り込んどきます、ね、明確な金額言いましたから。あのね、目に見えないものを鍛えるっていう練習なんですよ。目に見えないものを鍛える、ここが大事だと思いますね。耳だったり、うん、イマジネーションみたいな。だからスケールみたいなものは覚えたりコードトーン覚えれば絶対外さないじゃないですか、うん、でもアドリブ弾けない人いるんですよ。あでそれを改善するためには、うん、もう雰囲気聞いて、はい、1音でもいいから、あなんかいい音かどうかを考えるしかないんだと思うんですよ。それが多分一番俺聞くと思う。あーでもルート5度とか、まあ、安定するじゃないですか、うん、その辺狙ってる感じですか、うん、でもないあ結果的に多分ルート5度とか何度とかみたいな結果論としては言葉に言えるんですけど、はい、弾いてる時はもうなんつうやろ、あこの音いい、あ好き、なんか流れ的にはあんまどうかなとか、なんかそういうのを感じるっていうのが意外と効く。あマジで効く。だからあだからあれですか、もうルーパーとか鳴らしてコード一発弾いて、うん、それに合わせてもう音の相対的な音の感触を聞きながら練習するってことですね。そうそうそう、あのコード進行を作ってもいいし、でもそれ今言ったコードトーンとかスケールに頼りすぎるのも多分自分の感性が出なかったりするんですよ。はいはいはい、もう型の上で弾くだけなんで、はい、だから寄ってきますよね。みんな同じフレーズ弾いちゃう。いやそう、そう俺もなってて、はい、でどう打破するかってなったら、あそんな難しいことじゃなくて、あシンプルにコードに対していいと思うものを弾けばもう答えなんだなっていうのがあって、はい、最近それやってるんですよ。あでも結構効くっすよ。あの初心者の人でもやったら。最初もそれやってました。そのあもう初心者の頃もあのねやってたんですよ。あそれはすごい曲流して適当に弾いてて、はいはい、あのなんか合うの、はい、なんでハイレベルな練習家のように見えてすごいなんか基盤にある練習だと思うんで。ああでもずっとそこは一貫してやってきてるんですね西尾さん。ああそうそうそう。でなるほど、 いかに難しいと思ってることを難しいと思わないかがめっちゃ効果的だと思う。確かにね、意外とやってることってシンプルですよね。いや そうじゃん。だ例えば作曲できるじゃないですか、はい、結構適当に作ってると思いますね。まあまあそうですね。センス感性で耳で聞いて気持ちいいから追っていくみたいな感じです。そうなんで多分ねアドリブも多分似てて、はい、スケールいるコードトーンいるとかなんか作法を絶対いるんだと思ったらなんかね考えすぎてできなくなるんですよ、はい、だから一回抜きにしてなんかいいと思うものを適当に弾いてみるが一番これ聞くんだと思ってますね。まとめるとリアルタイムで作曲をしていくみたいな指板上で。あそうだと思う。合ってます。合ってました。いやありがとうございます。あいえございます。こんな貴重な話をまたね。いやいやもう呼んでくれたらいつでも。あまですか。24時間もう深見さんのためなら僕動くんで。こういう初心者向けなんかやっていきたいですね。いややっていきましょう。斎藤さんも交えてちょっとね。斉藤さんどうでした今日やってみて。セッションああベース初ですか。緊張です。あの普段緊張なんか全然しないんですけど。ダメですか。やっぱスターを目の前にしたら足触れてるみたいな。めっちゃだって俺逆にだって申し訳なかったもん。俺が適当に弾いてんのに僕のせいです。いや違う違う違う。俺おい趣旨かかるみたいな。いやただ全然悪くないんで、あのありがとうございます。もう聞いてくれて。って感じでじゃあこの後西尾さんの方を撮るんで、やりましょう。概要欄貼っとくんで飛んでみてください。お願いします。じゃあありがとうございます。またありがとうございました。斉藤さんベース弾けるんですよね確か噂によると。
昔やってましたけど、じゃあベースでちょっと斉藤さん参加してもらうのはありですか？ルート行きで受ける全然全然いいっすね。あ、斉藤さんはベーシストなんですね。いや、両方やってるんです。あ、両方やってらっしゃるんですね。へー、